皆様こんにちは。グローバル EV 関連株ファンドの実質的な運用を行っているロベコスイスエージーのポートフォリオマネージャーピーター・ピュヒャーと申します。本日はよろしくお願いいたします。当ファンドが設定されてから5年が経過し、自動車市場と EV 市場は大きな発展を遂げました。設定当初、 EV 市場はまだ黎明期で、ほとんどの国で EV の新車販売比率は1桁パーセント台でしたが、その後大きな変化を遂げました。特に2020年以降、中国、欧州の EV の新車販売比率は2桁パーセント台と需要が大幅に増えました。こうした需要拡大を背景に、 EV メーカーや EV 関連部品メーカーは利益獲得の機会を得ました。特に2020年から2021年にかけての中国市場の成長は著しく、当ファンドの基準価格も大きく上昇しました。2022年は金利の上昇で厳しい市場環境となりましたが、2023年はやや穏やかになると考えています。当ファンドは EV 市場を多面的に捉えて投資を行いますが、 EV の市場規模は2022年時点で世界の自動車市場のおよそ 2% に過ぎず、今後高い成長が見込まれます。EV が登場した当初、補助金は EV の普及促進に必要不可欠でした。しかし2022年の初めまでには、補助金なしでも多くの場合でEV の保有・維持にかかるコストはガソリン車よりも安くなりました。 EV のエネルギーコストとメンテナンスコストの両方が下がり、エネルギー価格が乱高下した2022年においても状況は変わりませんでした。今後 EV の購入コストの低下やクリーンで再生可能なエネルギーの供給増加が見込まれます。これにより EV の保有・維持にかかるコストはさらに下がり、 EV の先行に拍車がかかると考えられます。各国の規制もまた EV に有利な方向に働いています。その代表例が2022年8月に米国で成立したインフレ抑制法です。インフレ抑制法では、対象となる EV を購入すると10年間で最大7500米ドルの税額控除を受けることができます。また米国内でバッテリーを製造する企業に対して、キロワットアワーあたり45米ドル、現在の製造コストの 30% 相当が支払われます。これは一般的な EV の場合、およそ3000米ドルの補助金に相当します。テスラのような垂直統合型 EV メーカーや、世界最大のリチウム生産企業である米国のアルベマール、リチウムイオン電池を生産するパナソニック、バッテリーサプライヤーの LG エナジーソリューションなどに追い風となる見込みです。テスラは EV 業界を代表する企業です。他の多くの企業が EV の将来性に懐疑的だった頃から、その将来を信じて事業を展開し、パイオニア企業となりました。 EV の製造から充電ネットワークまで、輸送の EV 化に関わるさまざまな分野を手掛けることで大きな進化を遂げてきました。2022年は半導体の供給不足などにより生産が遅れ、自動車の納車が遅れる問題が発生しました。競合他社が部品調達などに苦戦する中、同社は独自の設計・生産体制を築いているため、問題を回避できました。こうした優位性に加え、将来的にテスラは自動運転分野でさらに大きく発展していく可能性を秘めていると考えます。テスラは改善と進化を続けています。人々が運転に費やす時間を軽減し、最終的には完全な自動運転を実現する見込みです。テスラがオーナー向けに提供しているソフトウェア、自動運転機能 FSD は、将来的に自動運転ロボタクシー分野で大きな収益源になることが期待されます。今後10年間に規制当局が自動運転の可能性を引き出す決定的な措置を導入し、
テスラが自動運転機能のサービスを収益化する機会が得られると期待しています。2023年は当ファンドにとって市場の成長の恩恵を得られる年になると考えています。 EV の年間販売台数は2022年から 30% 以上成長して1400万台となり、特に米国市場がポジティブサプライズをもたらすと期待しています。 EV のさらなるインテリジェント化により搭載される半導体とソフトウェアコンテンツの数は従来の EV の数倍になると考えられ、充電インフラ市場なども同様に急速に成長しています。当ファンドでは世界の EV メーカーとそのサプライチェーンであるパワー半導体、先進運転支援システム関連企業などへの投資比率を高め、中国の EV 関連企業も投資比率を維持する方針です。当ファンドでは輸送の EV 化、さらなるインテリジェント化により収益の拡大が期待される企業に選別投資し、長期的な収益の獲得を目指してまいります。ご視聴いただきありがとうございました。